はい、道開けてください。それでは皆さん、すいません。私のマイクとある方へ輪を作っていただけますか。よろしくお願いします。今日、わらし神社三田町サイレーに移動をされる皆さん、集まりいただきました。ありがとうございます。これから三田町の実行委員長、また上町長から町会長さんのご挨拶がありますので、皆さん、よろしくお願いします。じゃあ、実行委員長。皆さん、こんにちは。ただいま、ご紹介いただきました、三田町再現実行委員長の滝沢です。本日は、わらび神社再現に伴う三田町の大みこしの投入に際しまして、朝から大雨の中、準備していただいた皆様方に厚く御礼申し上げると同時に、この大みこしが今日、無事に供与されてまいりました。本当にありがとうございます。これも一人に、同好会の皆さん、また神話会の皆さん、それで地元の町会の皆様方のご協力の賜物と、役員一同、心より御礼申し上げる次第でございます。今年もこれをして、うちに、大みこしが投入されたということで、今年一年、この三田町の、平穏無事、並びに会員の皆様さんとの、無病息災が、保されたものと思っているところでございます。皆さんご存知の通り、この三田町の大みこしにつきましては、歴史がございまして、大変重いみこしでございます。今日お集まりいただいた皆様方が、また来年もご協力いただかないと、出場できない、そういったものでございますので、ぜひ来年、この10月の第2、日曜日、よろしくお願い申し上げる次第でございます。このあと、直来の準備ができておりますので、しばし喉を潤していただければ幸いかと思います。最後になりますけれども、三田町の、皆さんのますますのご発展と、今日ここに参加いただきました皆様方のご参考、ご反映をいただきまして、簡単ですけれども、挨拶を開催させていただきます。本日どうもありがとうございました。それでしばらく、中和会会長、池前さんより報告あります。各団体の方々、朝早くからどうもご苦労様でございました。おかげさまで朝、かなり雨が降っておりまして、組むのは大変だったんですが、おかげさまで途中から呼びまして、無事、最後まで、投票できたことを、やはり皆さんがいないと、投票ができないということで、今、町会長からもお話がございました。また来年も一つ、くれぐれも